皆さんこんにちは、青木美佐子です。今回はパリ Vlog、 エッフェル塔や凱旋門を登ったので、そちらの様子をご紹介していきたいと思います。まずはエッフェル塔に登りました。撮影の後に行ったので夜になってしまったんですけど、ライトアップされてます。これからエッフェル塔に登りたいと思います。こちらがエッフェル塔です。チケット買います。はい、これからてっぺんまで、てっぺんまでは登れないんですけど、途中まで登りたいと思います。行ってきます。数年ぶりにエッフェル塔に登りたいと思います。こちらがエッフェル塔の裏側？真上？なります。ここが一番上になります。パリの街並みです。こちらが凱旋門になります。フィルトの一番上に到着しました。全然見えない。手がすごい強い。これすごい豪風。ここがフィルトの一番上になります。すごい、ちょっと半外みたいになってて、かなり怖いんですけど、すごく眺めがいいので、パリを一望できます。お土産屋さんに来ました。エッフェル塔のお土産がたくさん売ってます。これは何だ、塩コショウとか、塩、オリーブオイルとか売ってます。スノードームとかいろいろ売ってます。あとクリスマスシーズンなので、クリスマスのスノードームも売ってます。すごい、これエッフェル塔の歯ブラシも売ってます。これがだいたい 4.9 ユーロ。キラキラしてるのもあります。こちらが凱旋門です。ちょっと遠い、エッフェル塔からは遠いです。はい、こちらエッフェル塔の中盤ぐらいに来ました。ちょっと景色が、上はすごい風が強かったんですけど、下は割と落ち着いて見れます。今日はちょっとあいにくの雨ですけど、すごく綺麗です。バニラをいただきます。濃厚、めちゃくちゃ美味しいです。夜ご飯はオニオングラタンスープが有名なお店にやってきました。パリはオニオングラタンスープが有名で、いろんなお店がありました。こちらは牛肉のミート、そしてミルフィーユをデザートにいただきました。続いてはギャラリーラファイエットパリオスマン、こちらは老舗のデパートにやってきました。お土産などを買い物しに来ました。クリスマスシーズンだったので、すごくきらびやかなパリを一望できて、
ショッピングにもぴったりな季節ですね。クリスマスシーズンにパリに来るのが初めてだったので、本当に街並みがキラキラしていたり、クリスマスの飾り付けがしてあって本当に綺麗でした。そしてこちらギャラリーラファイエットの中に入ると、クリスマスツリーが、大きなクリスマスツリーが飾られていました。お土産ショップが6階にあったので、そちらに向かいました。いろんなお店が立ち並んでいたんですけど、私たちはやっぱりお土産を買いたいということで、パリのお土産を一堂に買えるお店があったので、もちろんニナスの紅茶缶なども売っていたんですけど、紅茶とかチョコレートとかクッキーとか、いろんなお店がありました。結構老舗のデパートっていう感じで、コスメとかもちろんファッションフロア、シューズフロア、お土産ショップなどなどがあったので、いろいろとお買い物をしたんですけど、特に6階のお土産はパリのお土産をセレクトできたりできるので、めちゃくちゃおすすめです。続いてはパリのメインストリート、凱旋門とシャンゼリゼ通りを散策しに来ました。こちらも撮影の後だったので夜行ったんですけど、ライトアップされていてとっても綺麗でした。昼間にね行ってみたかったんですけど、連日撮影だったのでなかなか昼間は行けずだったんですが、シャンゼリゼ通りもクリスマスシーズンでキラキラしていて、夜行くエッフェル塔や凱旋門もめちゃくちゃ良かったのでおすすめです。はい、こちらがシャンゼリゼ通りと凱旋門です。やっぱりこう何度見ても綺麗ですよね。なんか私は思ったよりも大きいなっていう印象がありました。シャンゼリゼ通りもきらびやかだったんですけど、もう時間的にお店はやっていなかったので雰囲気を楽しむといった感じでした。そしてチケットを買って凱旋門の上に登りたいと思います。実はね、凱旋門は階段で登るんですよ。螺旋階段みたいになっていて、そこで一生懸命登るとこちらエッフェル塔が見えました。そんなに高さはないんですけど、シャンゼリゼ通りを一望できたり、もちろんエッフェル塔も見ることができるので、登るのもとっても楽しいと思います。時間は10時から23時ぐらいまでやっていて、13ユーロぐらいでした。ぜひね、チケットを買って登ってみてはいかがでしょうか。こんな感じなんですよ、螺旋階段、はい、こんな感じで一生懸命降りてます。目が回りながら降りてます。そしてシャンゼリゼ通りをお散歩しました。ディオールやルイ・ヴィトンなどなどハイブランドが立ち並ぶシャンゼリゼ通りは、夜になっても閉店はしていたんですけど、きらびやかで本当に素敵でした。こちらルイ・ヴィトン本店になります。めちゃくちゃ大きかったです。続いてディナーにやってきました。こちらはフランスパリの大衆食堂みたいな感じで、割とお値段はリーズナブルでお肉が食べれました。こうフランスのお手頃な料理を楽しめるという感じでした。続いては朝ごはんの様子です。朝ごはんは割とこういうフラットパン屋さんに入ることが多くって、どのパン屋さんも本当に美味しかったです。やっぱりフランスに来たらね、パンを食べたいっていう感じはあるんですけど、だいたいこのクロワッサンは必ず食べました。クロワッサンとっても美味しかったです。パリで一番美味しかったとも言えるパンたちなんですけど、サラダを食べてる人もいたりとか、あとはパニーニとかしょっぱ系のパンもとっても美味しかったです。続いてはルーブル美術館にやってきました。これ最終日で、私たち夕方の便だったので、その前にルーブル美術館に寄って、そこから空港に行くという流れになっていました。
ルーブル美術館は1793年に開館した国立美術館で3つの棟からなります。随時3万6000点が展示されています。モナリザが一番有名ですよね。で、私たちは飛行機に乗る時間もあったりとかしたので有名なところだけ行きました。まずこちらです。こちらサモトラ家のニケです。続いて、まあ、いろんなところを見て回ったんですけど、やっぱりこう美術館行くと心が洗われるというか、なんかこうお洋服を作る上でもこういう作品を見ると、あ、昔こういうお洋服着てたんだみたいな感じでデザインの参考になったりもするので、すごく興味深いものもたくさんありました。そしてこちらモナリザです。レオナルド・ダ・ヴィンチの作品ですよね。こんな感じで割とちっちゃいんですよ。で、ガラス張りのところに入っていて、やっぱり一番人気ですね。こんな感じで人だかりができていて、なかなかこう近くまで寄れないという感じにはなってるんですけど、すごくね、やっぱり有名な作品を見れるっていうのすごいことですよね。人がいっぱいなの伝わるでしょうか。こんな感じです。なかなか近くまで行けないんですけど、モナリザです。こちら最後の晩餐の絵があったりとかですね、もういろんな有名な教科書に載っているような作品がたくさんありました。もう本当に一つ一つ見て回ると多分1日2日3日ぐらいかかってしまうと思うんですけど、もう時間があまりなかったので有名なもの、まあ、モナリザ、あとはサモトラ家のニケ、そしてこちらのミロのヴィーナスを見て回りました。この3つ見ていればまあなんとなく良かったかなっていう感じです。そしてお土産ショップはやはりモナリザグッズがたくさん売っていて、私はボールペンを購入しました。内側から見るピラミッドはこんな感じです。結構大きいですよね。思ったより大きいなという印象でした。そしてまたまたルーブル美術館のお土産ショップにも来まして、マリー・アントワネットグッズも売っていたり、もちろんニナスの紅茶も売っていました。ニナスの紅茶は本当にどこにでも売っていましたね。はい、そしてちょっと時間があったので、ルーブル美術館の地下にあるカフェに寄りました。ロンドン発祥のカフェでした。中がねとっても可愛くて、シャンデリアがいっぱい飾ってあって、結構インスタ映えな感じのカフェになっていたんですけど、モナリザをかたどったケーキなどなどもあったので、そちらをいただきたいと思います。もちろんマカロンもたくさん売ってました。そしてこちらです。こんな感じでモナリザのミルフィーユになってます。結構一個一個がどれも大きくて、まあでもペロッと食べれちゃうんですけどね。こんな感じでいただきました。とっても美味しかったです。こんな感じでパリ Vlog が終わりたいと思います。これからもね、撮影の様子などもパリ Vlog で出てくると思うんですけど、まずは有名なエッフェル塔凱旋門ルーブル美術館でした。ありがとうございました。